け。こんにちは。ヤフヤフファインケミカル所長の陽平先生だ。今日は我らの姉妹会社のアンブレラ社からこんなものが届いた。レッドハーブ。なんすかそれ。聞いて驚くな。ニューヨーク祭で。回復するのか。回復したやつはおるか。誰が回復してんだ。まあでも鼻めっちゃ噛んでるからさ。あら、確かに。温まった方がいいんじゃない。風邪ひいた時はお風呂入りたい方がいい。いけじゃんけんしてみる。じゃあ負け。いや、勝ちで。勝ち。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。では、またぞ、緊急に。はい。これを。湯船に落としてみてくれ。いきます。レッツアンブレラ。見よ、うおー、見よ、このアンブレラシャワーが開発した知能浴槽だ。すげえ。入ります。はい。あ、すごい匂い。おー、あったかい。はい。ああ、ちょっとマジでクリーチャーに見えてきた。あー、すごい。これだと暴れてしまう。タイ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 タあったんで、これからもヤフヤフファインケミカルから面白い商品があったら、はい、持ってこようと思います。いや、すごいですね、これ。この度の学会は大成功だった。いやー、わかりますよ。これはさっきまで戦いつまつ。待ちます。パンツどうしたっけ。ヨウエイ君とか。入ってんじゃん。入ってない、入ってない。ほら、自分の。この色じゃなかった、俺。ちょっと待って。え？お前。おい。自分だ、これ、自分だ。おい。うわー。こーい、こーい。どうも、こいこい食堂のトゥイです。今日はアレンジカップラーメンです。どうべー。もやし、チャーシュー、煮卵です。茹でまーす。気持ち少なめにします。この子たちを入れていきます。完成。みんなせーので目開けてください。せーの。おーおーおー、え、ガチ。これはアレンジでドンジローです。ドンジロー、ドンデーをジロー風に。え、すげー、ガチです。すげー。え、うまそう。どうぞ。いただきます。うん、いや、普通にうまい。黙々ですね。ずっと口動いてる。うん、やっぱみんな汁吸ってないっすね。うん、まあもともと少なめにしたんですよ。ジローって濃いじゃないですか。うん、ちょっとでも寄せようと思って汁少なめで、うん、すげえ。そこも再現したんか。たまるー、もう食えん。うまい。お疲れ様です。お疲れ様です。なんですか。もう俺遠いから呼ばれた時は何か仕掛けられると思ってるから。いや違います、本当に。ようやく以外も呼びますね。ちょっとみんな、うん、おトイレ。最悪や、最悪や。え、それまさかっすね。さすがに。いや、そんなやついないよ。さすがにね。ごっついんこあるよ。事件あれ。じゃあ俺ね、今トイレ入るとしたら棚っちってこと。いや、ここでうんこしない。あ、そうか、棚っちウォッシュレットがあればじゃないし、うん、トイレしないから棚、うん、っちではないと思う。嘘ついてるってこと。誰。逆に棚っちさんは普段家でやるっていうのみんな知ってるからこそこれをやって俺は違うよって。あ、確かに、ちょっと証拠にはならないよね。そうそうそう、アリバイっていうかにはならんわ。棚っち今どこに。いない、わかんない。ずっといない。タナッチやろ絶対。ちょっと犯人タナッチ。大クソよ。大クソ。大クソ。ボリボリ。久々にあんな量の大クソ見たもん。うわー、倒し逃げや。これやばいよ。事件ですよ。本当に。一回ちょっと。帰ってきたら問い詰めないとだめ。わかりました。置いといてみよう。一回置いときましょう。うん。で、みんな知ってるけど知らなかった体にして、タナッチさんにどんなリアクションするか。最初トイレ入るときに。あー。だからそれで、もうまだかとか言ってたら、そしたら本人ってことだよ。そうそうそう。
うめえ。うわ、なにこれ。なにこれ。ちょ、みんな集合だ。いや、何の容疑かけられてんの。あの、違いますか。いや、俺なわけなくない。だってここでうんちしないもん俺。そうで、うん、話してたのはタナッチは普段ウォッシュレットがない場所でうんこしないんだったのよ、まず、うん、それを逆に利用して、うん、ここでやったんじゃないかってなわけないだろ。俺とマタゾウさんの推理では、うん、ここでうんこします、うん、ケツを拭かずにこう歩いていって家まで帰ってウォッシュレットしたっていう、うん、だとしても流すだろ。え、じゃあどれ。え、本当にうんこした人手挙げればいいじゃん。うんこはした。はい、陽平くん。あとはおしっこはした。俺もおしっこはした。俺ここで今日何もしてない。おしっこはした。俺もおしっこはしたよ。誰誰誰誰誰。人道は。え、めっちゃ怖ない。え、普通に人入ってきてここでうんこしてる。ほんまに公衆トイレとして使われてる可能性あるんで見てきますか。あー、カメラか。ちょっと、ちょっと怖いよこれ。結構すごいモリモリだもん。こんな量出ない。この中にマジいない説。うんこしたの忘れてるだけじゃなくてみんな。いや、まあそうですよ。そうですよ。ガチ恋じゃないの。え、ガチ違う。誰かいるこの家に。もしかして確かにコンコンあれ何だった。なんかいや、わかんない。え、コンコン言ったよね。コンコンって落としたのって飯食ってる最中。食ってる時、食ってる時、うん、ってことは12時半ぐらい。え、なんかマジで変な人いないよね。え、しかり絶対こんなか。いや、絶対こんな。絶対こんなか。絶対こんなか。え、待って、くっそ、そう、もう寒くなってきてるよ。え、でももう寒い。どうしよう。え、俺ほんまにここでうんこした記憶ないとかそういうのかな。ま、なにこれ。本当になにこれ。え、普通に、え、これうんこしたの忘れてるみたいな。さすがにさ、うんこ昔忘れてある。正直に言おうや。え、マジで俺じゃない。え、俺知らんうちにうんこ言ってんかな。うんこに見覚えない。さすがに自分のうんこかどうかは分かるやね。俺絶対違う。ちょ、もう一回見に行こうよみんなで。うん、あのうんこ。俺は2000パーツ言ってたからさ。いや、俺なんか5億くらい。え、これ記憶飛んでんか。なんかトイレットペーパーの置き方的には前から拭いてる人な気がするんだよね。え、あれ、え、トイレ前じゃなくて忘れてるだけですか。俺こうですこうす。あのさ、そんなことあるかな。だってあそこにトイレットペーパー落ちなくない。そう、俺も後ろから拭いて。俺もケツから拭いてるから。俺後ろ側に落ちるんだよ。そう、俺あの絶対落ちるんですよ。濡れてるところに。そうそうそう、水のところに落ちる。俺もこうだよ。うん、そうそうそう。え、だから前からだから前から拭いて落としてるからあそこに落ちてる可能性はあるよね。それはそう分かるんだけど、うん、今日朝うんこしてきてんだよ。怖い。うんこしてきてあの量当てんけど。え、今日うんこした記憶ある。家でね。だからここではないってことだ。え、じゃあさすがにさ、うん、よっぽど何かに急いでないとさ、拭いたこうはならんやろ。なんだ。え、てか、僕さ、え、めっちゃ怖いんだけど、普通に。相当記憶なくしてるよ、これ。もし手伝ったら。一旦、なんか、あれ、やる。目つぶって。ああ、確かに。それね。目つぶって、自分かどうかみたいな。じゃあ、行くよ。はい。はい。じゃあ、うんこした人、正直に手を挙げてください。やばっ。怖っ。何それ。え、しかも完全に濃い。よく俺のせいにできた。本当に。ちょっとこれやろって言い出したのは誰だった今。まだ。これ動画撮って静かに手みんなで手あげようって言い出したのってまただっけ。俺です。またすまた。お前もう言うタイミングで流してんじゃねえかよ。いや、でもすぐ言ったらバレるかなと思って。あ、やば。マジで怖かった。あんなモリモリだ。マジで。うんこまんだ。これ見てる時間返せよ。